どうも、こっぱちです。今日は最寄りの駅、 JR の最寄りの駅でこのような冊子が置いてあったので手に取ってみました。内容はね、来たぞ我らのウルトラマンスタンプラリーということで、2015年1月13日から2月の27日まで開催されるウルトラマンのキャラクターを使ったスタンプラリーになります。で、シリーズとしてはウルトラ Q のキャラクターのシリーズと、あと初代ウルトラマンのシリーズ、あとウルトラセブンのシリーズと、あと帰ってきたウルトラマンのシリーズのキャラクターが網羅されてるスタンプラリーということです。で、主要な駅なんですけれども、都内と、あと一部千葉が絡むのかな、60個の駅で、それぞれ割り当てられてるスタンプがありまして、このような地図になってます。スタンプなんですが、基本10個貯めれば一通り完成といいますか、一つの完成をするようになってます。完成といいますか、一つのゴールですね、ゴールになってます。10個達成するとゴール店舗で商品を受け取ることができるようになってます。こんな感じで10個10種類のこのアクリルスタンドがあるそうです。ウルトラマン、ウルトラセブンとか欲しいですね。よくよく見ると全部欲しいスタンドになりますね。もう10個揃えるにはほとんどの駅網羅しないと、このアクリルのスタンドは全部入手することができない状態になりますね。で、さらにこのスタンプの特典なんですけれども、全部の駅を制覇した場合にこのような特典がついているんですね。オリジナルフィギュア N ゲージセット B 賞、オリジナルピンバッジで、最後この C 賞、これがウルトラセブンがやってくるということで、憧れのヒーローウルトラセブンがあなたの自宅を訪問します、あなただけの特別な時間をお楽しみくださいということでね、もしウルトラセブンを呼びたい、自宅に呼びたいっていう人はですね、この C 賞を狙ってちゃぶ台用意して待ってた方がいいかもしれないです。はい、ということで以上、ウルトラマンスタンプラリーのご紹介でした。